ドルチェクラシックチャンネル。おはようございます。坂口かすみです。朝の4時ごろ、ふと目が覚めたら、窓の向こうでくっきりはっきりとホウホケキョ、ウグイスが鳴いていました。まだ暗いのに鳥って早起きなんですね。バードウィークは過ぎましたが、小鳥との会話が楽しい季節です。日曜の朝はドルチェクラシックチャンネル、管楽器があなたに優しく語りかけます。ゲストには音楽にまつわるお話など伺います。心地よい朝をご一緒に。ドルチェクラシックチャンネル、この番組は管楽器の専門店ドルチェ楽器の提供でお送りします。確かなものを心ゆくまで、世界の名器をあなたのもとへ。管楽器の専門店ドルチェ楽器は、圧倒的な品揃えであなたに合ったパートナー選びをお手伝いいたします。AM1008、FM933 でお届けしています ABC ラジオのドルチェクラシックチャンネル。今朝はドルチェ楽器代表取締役安川徹さんにお話をお伺いします。ドルチェ楽器は確かなものを心ゆくまで、世界の名器をあなたのもとへ。この言葉をモットーに1988年に創業。大阪、東京、名古屋に3店舗、韓国ソウルに支店を展開する管楽器の専門店です。国内外の主要ブランドの販売と、世界のトップブランドの輸入代理店、さらに楽器の修理・メンテナンス、育成事業、ミュージックアカデミー、音楽配信サービスドルチェクラシックチャンネルを展開。店舗すべてにコンサート専用サロンが併設され、国内外トッププレーヤーの演奏会や発表会などなど、多くの催しが開催されています。安川さん、おはようございます。おはようございます。さて、自粛のね、要請も少しずつ解除の方向に向かっていますけれど、この何ヶ月か、コロナでドルチェさんの方も大変だったんじゃないですか。なんとか私どもも頑張っていかなければならないなと思うんですけども、演奏会はもうほぼ全てが中止並びに延期、そんな形になりました。ドルチェ楽器もですね、今からどんな風なこの演奏会、ドルチェアーティストサロンを使ったどのような演奏会がいいかなっていうのをだいぶ模索してまいりましてですね、この間に1ヶ月ほどかけて、実は私も先ほどちょっとご紹介いただきました配信事業っていうのがありましてですね、この配信事業を使いまして、ドルチェアーティストサロンでライブも行いながら、ただし100人の定員ですから、30人ぐらいのお客さんに入っていただいて、感染の予防をしながらですね、お客さんも入っていただきながら、オンラインでも流していく。それで、ライブ&オンラインハイブリッドコンサートっていうのをですね、立ち上げさせていただきました。はい。だから臨場感を感じていただきながら、ご自宅で、テレビとか、iPad とか iPhone とかで聴いていただくこともできるっていうことですね。はい。実際じゃあ私は会場に行けません。お家でそのコンサートを見たいんですっていう時は、どんなふうに参加すればいいんでしょう。ドルチェ楽器のホームページからですね、ドルチェクラシックチャンネルっていう配信のサイトに入っていただきます。はい、配信サイトに入ります。はい、入っていきます。そこで演奏会のチラシとかですね、その辺がこう出てまいりますので、それをクリックいただきまして、いろいろ支払いの、手続きに入っていただくことになりますけども、クレジットカードだったりですね、そういうものの情報をいただく、そんな形でその、チケットを購入いただくような形になります。はい、チケットを購入いただいた方だけがご覧になれる、そういう仕組みになっております。はい、そんなに難しいことじゃないんですけども、パスワードみたいなのがチケットを買っていただいたら発行されると思うんですね。そうでしょうね。それだけちょっとどっかにこう記録していただくと、すぐにご覧になっていただけるっていうような感じになりますね。これライブだけですか。例えば私はこれ行きたいんですけれど、うん、この時間そのいわゆるパソコンの前にもテレビの前にも座ることができないんですけれど、うん、という方はどうなんでしょうか。これはね、今まだちょっとそこまではっきりとは言えないんですけども、後日もずっとこう 見ていただけるような状態になっていくと思います、はい、それは今度はですね、チケットを買っていただくんじゃなくて、その配信されている、ものの中にその演奏会が入りますので、はい、その配信されている、画像動画、これをまあ買っていただくみたいな、そんな形になりますね。まず第1回はどなたが演奏されるんですか。これはですね、この春から大阪音楽大学の准教授になられた上野誠也さん、スタジオに来ていただきました。そうですね、そうです。はい、とてもキラキラした素晴らしい音色を出される人気のアーティスト。そうなんですね。すごい若いですね。バイタリティのあるフルーティストだと思います。その方が、5月の30日ですかね。はい。一応その時間は7時からということで、観客も入れた、ライブ&オンラインハイブリッドコンサート。第1回のコンサートを飾っていただくようになっております。2回目も決まってますか？はい。2回目はですね、6月28日に町永望さんですね、フルーティスト大阪で大活躍されてました町永さんという方がいらっしゃるんですけど、その方のフルートコンサート、これを第2弾目とさせていただきたいと思います。でも考えてみれば、はい、この世情といいますか、世界の状態というと、音楽を続けていけないと、うん、音楽自体が痩せ細っていきますから、うん、そうなんですよ。最も心配するのがそこなんですね。中学生とか高校生なんかも今クラブ活動はできないんですね、はい、家でまあ吹ける方はいいんでしょうけども、家で吹けない方なんかはもう今止まってますよね、うん、そうするとこれから先続けようかどうしようかやめようかみたいな、そんな方もいっぱい出てくると思うんです。そうですね、これが、まあ、非常に今私が一番辛いところで、もっと辛いのはですね、このコロナが始まった頃に合唱団はクラスターが発生したみたいなね、そんなお話があったと思うんですけども、これはまあその吹奏楽もいかんのんじゃないかみたいな話になってましてね、まあ、基本的にこれ何を心配してるかっていうとですね、飛沫感染のことを皆さんおっしゃってると思うんですね。やはりね、吹奏楽っていうのは管楽器の吹きますから、やっぱり息が出ますよね。そうなんですよ、はい、でそのことを心配されてるので、そのことに対応した、まあ、例えばフルート用のマスクだったりとか、今開発中でございます、はい、これかなりいい感じなんで、はい、出来上がりましたらぜひ皆さんにねご紹介させていただきたいと思いますし、はい、これそれだけじゃなくって全ての管楽器に飛沫の感染を、防ぐような、まあ、マスク的なですね、いろいろなグッズを今考えております。ものすごく楽しみです、はい、そうですね、はい、それではここで一曲お届けいたしますが、今日選んでいただいた曲は何でしょうか。そうですね、これは3月の5日ね、前回私が出た時にも、ご紹介させていただきましたけども、第1回ドルチェ楽器ウィンドオーケストラの定期演奏会よりですね、ダン・イクマ作曲の祝典行進曲、これをお届けしたいと思います。はい、今朝のお話はドルチェ楽器代表取締役安川徹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではお届けいたします。ドルチェ楽器ウィンドオーケストラの演奏で日本を代表する行進曲、ダン・イクマ作曲祝典行進曲です。ドルチェクラシックチャンネル、奈良県高市郡にお住まいの中尾正代さんからおはがきをいただきました。夏野菜の植え付けも終わり、ほっとしているところです。おいしい野菜を子どもや孫たちが喜んで食べてくれるのが何よりの楽しみなんですよ、っていうふうにいただきました。きゅうり、おなす、それともトマトでしょうか。畑で採れたてのトマトを口に入れると、まだ太陽のぬくもりがあって、それでいてちょっと青臭いような香りもして、とっても美味しいですよね。クラシック音楽を聴かせるとお野菜も大きく育つと言いますから、ぜひこの番組も聴かせてあげてくださいね。中尾さんには番組から記念品をお送りいたします。こんな風にあなたも身の回りのお話ですとか音楽のお話、おはがきメールでお寄せください。宛先は郵便番号 530-8004 530-8004 ABC ラジオドルチェクラシックチャンネル。メールの場合はアルファベット小文字です。 CLA クラシックのクラABC1008.com でお待ちしています。来週はフルート奏者の町永望さんにお話を伺います。ご案内は坂口かすみでした。ドルチェクラシックチャンネル、この番組は管楽器の専門店ドルチェ楽器の提供でお送りしました。